平野氏陽騎士ユ神宮寺ユ太タが滝沢秀明氏によって結成された新ユニットナンバー I の発表について9月30日をもってジャニーズ事務所を退所した元キー n g o p s の岸士太ータ28が滝沢秀明氏41が立ち上げたエンターテインメント会社 トべに合流すること、7月7日に先駆けてトべに合流していた元金プリの平野市要26と神宮寺ゆ太25の3人で新ユニット、ヌームバー・アイを結成することが10月15日に正式発表された。発表は18時30分から19時にかけて東京ドームの生配信で行われました。 岸さんも指摘していましたが、平野さんと神宮寺さんの合流発表はスタジオで行われていて最初にシルエットだけ映してドアが開く演出でし、それだけに何か印象を残さないとと考えた岸さんは、ベンチから駆けつけるものの、二人を通り過ぎてしまう、というネタを行っていましたね。ワイドショー関係者。岸は、ビビったっすよ。このストロークなんすかしかもドームってなんすか とこうすぎる会場に率直な感想を述べた。他配信で3人はニュームバー、アイの YouTube チャンネル、公式 X、Twitter、アカウントを開設することなどを説明した。単なるインパクト重視で合流の会見のわずか30分のために、東京ドームを借りるというのも考えづらい。 三人が合流したことで本格的に音楽活動が再開されることは間違いなく、そして、とべが本格始動する前、5月25日発売の、女性セブン、小学館では、滝沢市が東京や大阪、福岡など複数のドームを抑えて、来春にも所属アーティストのお披露目も兼ねたイベントを計画している、と報じられていたため、ルームベリー誕生おめでとう。 そして騎士んを帰り、簡単ふ、これは、ドームツアーの匂わせってことで OK? ビッグな会場さすがです。まさか東京ドームだとは、初ドームツアーは東京ドームなのかな匂わせまとなといった匂わせを感じ取ったファンの声が SNS にも多く寄せられている。 ドームツアーはアーティストの憧れとして話題になることも多いですが実はドームを抑えるのは人へにお金があれば OK という話ではなく、ドームサイドと特別な信頼関係を築いている人脈がないと不可能な非常にハードルの高い話だと言われています。しかし、戸部の幹部には元ジャニーズの子会社でコンサートライブ事業を仕切っていた人物がいますから、 彼が中心となって人脈を通してドームを抑えたと言われていますね。全能。四角飛べで金になるのは元金プリしかいないキンプリとは少し形が変わるが、ヌームバー、アイとしてまた三人の歌やダンスパフォーマンスが拝める喜ぶファンが多い一方で、騎士の合流発表が彼がおよそ三年の間お世話になってきた。ザ。鉄腕。 ダッシュ、日本テレビ系の3時間 SP の直前だったことから、岸シユタが飛べに飛ぶことは、知ってた、でしかないけど、東京ドームで発表なのと、こんなにスパン早いのと、ダッシュ3時間 SP の同日に被せてくるのと、飛べ組3人でユニット組むまでは思わなかった。 飛べほんとやることなすこと無理すぎこれでマジで岸くん飛べ入りの発表だったらジャニーズ退場してるのにダッシュ出させてもらえてるところに喧嘩売りに行くようなもんだと思うわざわざジャニーズ関連にリリースとか発表に被せたり引退被せたりほんと無理こういうのが積み重なって遺跡組嫌い岸くん飛べに行くのはまあいいけどそれをダッシュへのスペシャルにぶつける滝沢社長のやり口どうなん疑問符 岸君への印象も悪なるんやで。疑問符と、今回のダッシュに限らず、これまでも株生を行ってきた滝沢氏に対する批判の声は紛失している。レコード会社関係者は言う。批判炎上を覚悟で滝沢氏が3人を早めに売り出しているのには理由があるんです。 シビアな話ですが、現在のトベで売り上げ的に期待できるのが、ヌーヴバー、アイの3人しかいないんですよ。トベで特にアーティストとして精力的に売り出し中なのは、7人組ユニットで元ジャニーズ JR。うちユニットイムパクト ORS のイムップ。だ。8月18日にクルージン、9月15日にイムップ。10月13日にシチエヌ・ジー、と。 現時点で3種類のデジタルシングルを配信している。クルージンはオリコン週間デジタルシングル、ひとえ曲、ランキングで1位、イムップ、は2位を記録しており一見すると売れているようにも思えるが、デビュー直後のボーナスタイムが終わってしまったのでしょう。サードシングルの7 n g はデイリーデジタルランキングで発売当日は5位、翌日には17位と、 決して良いとは言えない数字。元ジャニーズとはいえデビュー組ではなく JR だったため、グループの知名度の低さも影響していると思われます。全能。四角騎士は半日からずれ50万兆のフォロワーを獲得とべに合流している元 V6 の三宅県44、元 KI2 の北山博光。 38はベテランのため固定ファンも多い一方で、若手アイドルのような爆発的な売り上げは期待できないと考えられる。事実、三宅は9月22日に配信限定曲、リーアトゥ・ドンセをリリースしているが、この曲はオリコンの週刊デジタルシングル、一重曲、ランキングで初登場36位だった。 それに対して平野さん騎士さん、神宮寺さんは金プリ時代からとんでもない人気を誇っている3人です。特に平野さんは飛べ合流後に初仕事となった9月28日発売のエルジャパン、ルジャポン。 ハースト夫人が放射の11月号が即完売したり、インスタグラムで披露したルイ・ヴィトンの服が26万円のバッグと20万円のパーカー全サイズが売り切れて、オンラインショップや店頭で即日品切れ状態になったりと、その人気は圧倒的ですよね。前でのレコード会社関係者。 SNS のフォロワー数も7月7日に開設した平野と神宮寺のインスタグラムがそれぞれ407.8番人10月16日17時現在以下同と207.3番人騎士は10月15日午後8時に個人で X ツイッターを開始したがすでに58.6万フォロワーと急激に数字を伸ばしているアカウントは9月設立 そんなヌームバー、愛が主体になってドームツアー観光して、チケット代だけではなくグズなどモノハンもバカ売れさせて、さらにファン待望の新曲を配信して、そこでも収益を得る。平野さんたちは世界進出を目標にしていますから、時が経てばそこへ向かうでしょうが、その前に国内でしっかり稼いで、まずはお世話になるトベを支えていくのではないでしょうか。全道 騎士の合流報告動画でマストだけどコンサートはやりたいと話していた部屋。来春にドームでそれがいよいよ叶うのかもしれない。